こんにちは、韓国フィーカーチュニはテヒです、はい、今日は映画殺人の追憶のレビューをしたいと思います。はい、はい、まあ、この映画ね、テヒさんは見てないんですけど、はい、私がもうだいぶ前に見ていて、うんうん、これ2003年の映画なんですけども。そんなに古いんや。そう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 、まあ、なぜね、うんうん、この映画のレビューをしようかと思いましたかというと、まあ、主役が今をときめくソン・ガンホさん、はい、うん、そしてまあ監督が、ポン・ジュノさん、うんうんうん、パラサイトのね、うんうんうん、がされた映画なので、今ねベイビー・ブローカーもまたこれは2人で見てまたレビューしようって話してるんですけども、まあ、ちょっとソン・ガンホさんのね映画なので少しレビューしたいなと思って、今からしたいと思います。はい、そう、私実はねこの映画なんで見ようかなと思ったかっていうと、私 の, 同級生のね友達が韓国ドラマは見えへんけど韓国映画がめちゃめちゃ好きで、すごい見てるのよ、うんうんうん、で何かおすすめないって聞いたら、うんうん、この殺人の追憶を一番に挙げてきて、うん、でも名前がさもう殺人のって言うから、うん、そんなもん思んないし、うんうん、もう嫌やってなって、うん、ほんならもうネタバレしてもいいから話してよって言って、まあ、聞いたら、まあ、言った猟奇的な殺人のね、はい、まあ、話だったんですよ、うんうんうん、だけどこれ、うん、実は1984年やったかな、うん、それぐらいに起こった、まあ、ヒョンギ道のね、うん、ファソン連続殺人事件って言うて、うんうん、本当にあった、うんうん、その連続殺人事件をモチーフにしてたわけよ。そうで、もうそれでね、その彼はね、うん、この映画を見てこれから韓国映画見ていこうっていうぐらい韓国映画すごいなと思ったから見たって言われたから、なんかちょっと感動するんやとか、うんうん、入りというか、うんうん、その警察ものですごい面白いかなと思ったんやけど、実はね私この映画見てめっちゃいっぱい笑ってもうて、うん、なんでか、なんでかっていうと、うんうん、もうなんていうの、ドタバタやね、うん、なんか展開が中がなんかね、吉本新喜劇ですかっていうぐらい、うん、まあ、いわゆるその昔の田舎の韓国をそのまますごい表現してる感じだったのよ、うん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 、で実はソン・ガンホさんもこの田舎の愚鈍な警察を演じるためにわざと10キロ太ってん、うん、どんくさい刑事に見せるために、はい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 、そう、うんうん、でまあ、女の人がね裸で、まあ、下着でグワーって縛られた死体がボーンって、うん、まあ、見つかりましたっていうところから始まるんだけども、うんうん、もうろくな操作しないわけよ。あ、そうなんや、うん、ろくな操作しずに、そんな方がそう、うん、うん、でかもうその警察がその町の警察が、ね、はいはい、適当にもう、うん、そうで、うん、まあ、知的障害の町に住んでる住民で知的障害の男の子おるから、うんうん、もうあいつやろみたいな感じになるわけよ。なんか、うん、あの女の子につきまとってたし、はい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 、あの時間にあの辺うろうろしてたし、はいはい、みたいな感じで、ドラマの怪物みたいなかぶちょっとかぶるよね。そう、うんうんうん、いやほんまにそうやねんけど、うんうんうん、まああいつやろみたいな感じで、うんうんうん、もう無理やり連れてきて、うん、こう殴ってこう自白しろみたいな、前がやったよみたいな感じになるわけよ、うん、でそうこうしてる間にまた2件目が起こってしまうわけ、うん、その人は拘束されてんのに、そう、はいはいはい、うん、拘束されとったかどうかちょっと忘れたけど、うんうん、まあ、あれみたいな感じになって、うんうん、でもう一回起こったから今度はソウルから若い、まあ、警察が来るわけ、はい、でその人がすごくよくできる人なのかなと思ったら、まあそうでもなかったわけよ、うんうん、普通やって、はいはい、うん、だけど何しに出てきたんだそう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 、うんうん、でそのソウルから来た、うん、まあ、刑事はキム・サンギョン演じる、うんうんうん、ソウ・テユンという、うんうん、まあ科学捜査を、うん、科学捜査を専門にするみたいな感じで、うんうんうん、まあ、当時だからそんなに科学的なこともめちゃめちゃできない感じで、うんうんうん、DNA 鑑定するのも韓国でできひんからもうアメリカ送ってまたその返事を待つぐらいの時代やったわけよ。そう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 、でソウルからの刑事さんが、うんうんうん、まあ、推理したのは、うん、その知的障害のある男の子は絶対違うと、うん、あの子にはこんな結び方できませんみたいな、うんうん、そういうとこで違うんじゃないかっていうことでどん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 こう追い詰めていって、うんうんうん、で犯人らしき人が見つかったわけよ、はい、だけど確証がないわけ、うん、うん、もうそれまで何も殺人されてんだけどね、うん、それで、まあ、結局このドラマの中でも犯人は見つかりませんでしたみたいな感じで、こうなんかちょっとこうもやもやみたいな、見つかれへんの、見つかれへんね、見つかれへんね、ちょっともう聞いて、うん、これ聞いて、うん、ほんでみたいな感じ で、これのどこが
これから韓国ドラマ見ようっていう感じやねって、うん、思って、で私なんかそのお友達に何よあれもう最初のドタバタも田舎のな、うん、韓国のおっちゃんがなえこの人ほんまに刑事っていうぐらいドタバタってなってお前やろみたいな感じで連れて行って、まあ、そこにいてる人たちもなんかもう適当な操作しかしてなかったのにみたいな感じだったんだけど、実はねこの犯人が2019年に分かってる。この映画2003年やで、はい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 、で実はそのファソン連続殺人事件っていうのは、うんうんうん、その犯人は実は1994年に自分の奥さんの妹を強姦して殺して、うん、無期懲役で入ってしまったわけ、はいはい、だからそれまでの事件がいっぱいあるわけや、うんうん、その捕まるまでの事件、うんうんうん、の事件はもう刑務所入ってしまってるから捕まれへん分かったわけ、うん、今までやった事件が分からなかったわけ、うん、ほんならその間に警察が何してたかっていうと容疑者をね3000人捕まえてる。ほんでもう自白強要のために拷問し倒してその拷問に耐えられへんからって言っても自殺した人とかいっぱいおんねん。そうでこれなもう取り当てただけだけども、うん、その捜査34年続いてだからその捜査してる間の刑事も、うん、もうこの事件でストレスでさ、うん、もう体弱なってさ、うん、亡くなっていった人もおるっていうぐらいで、で結局、うん、その2019年に、うん、その犯人の DNA をデータベース化しようっていうことで、うんうん、やってる間にこいつやったんやっていうことが分かって、だけどもうそのファソン連続殺人事件は時効やったってわけよ。だからさ事実はさ小説よりきなりっていう感じで、うん、リアルな方が私もえぐー思ったわけよ、うん、この事件、うん、でしかも2020年に、うん、ポンジュの監督がパラサイトのプロモーションかなんかで日本来た時に、うんうんうん、その殺人の通用 のことをインタビューされたんよ、うんうん、犯人捕まった、はいはいはい、捕まったというか分かったけどって言ったら、うん、ずっとねこの事件の犯人の顔見たかったけど見た時はなんかこう無料でしたみたいな感じの淡々としたインタビューに答えてて、しかもその犯人は刑務所の中でテレビ放送されてる殺人の追憶見とってめっさ怖いやろ、そうだからまあその映画見た時は何よこれなんかもうちょっと気色悪いしな、なんかこうしこり残るみたいなさ、何も解決してないのな、何がええ映画やねんとかと思ってんけど、まあ、結局は裏側にそういうリアルなちょっと気持ち悪い、はいはい、ものが残っていますので、事実だな、うん、まあ、だけどさそのちょっと吉本みたいなっていうのがさ、うん、パラサイトもなんかちょっとコミカルやったやん、うん、それとはまたちょっと違う感じなの。いや私は笑っただからその感覚がさ、うん、なんか私はパラソルっておもろかってなんかあのみんなのなんかこうそれぞれのさやることとかさ、なんかむちゃくちゃやけど、うん、なんかこういやそうや最初は面白かって違うねん、うん、ポンジュの監督の一番腹立つのがな、うん、最後がおもんないわけよ。なんかどないですかみたいな感じのな、最後だってさあんなもん全部殺してもうたらさ終わらなしゃあないやっていうか、うん、それで締めるのやめてくれますかって思ったから、途中まではめちゃめちゃ面白かったけど、うん、わこれ面白いかなと思ってわって見とったよ、うん、だけど最後もみんなでうわーってなった時はあそういう終わり方しかできないんですかって私は思ったわけ、はいはいはい、うん、まあ今ねパラサイトのレビューじゃないんやけど、うん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 、だからまあなんかまあ、ソン・ガンホの演技力は光ってたよ。ようこんなリアルに、うん、田舎のね刑事な、そう刑事っていうかもうなんか、うん、ただのおっさん、そうおっさんっていうかもうこれなんか村の班長ちゃうんかみたいな感じのさ、そんな人がこれほんま刑事なんの、なんか消防隊何みたいな感じやったから、そうでもまあもしかしたらそれは本当に昔の韓国ではまあずさんな捜査をしてたっていう、言ったら犯人が見つかってないわけやから、見つかってないの理由の一つにそこがあるってことやろね。まあそう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 、うん、そういう部分の、まあ、描いた社会派映画って言えば、まあ、それまでかなっていう感じだけど、だけどこの本当に事件で冤罪でさ放り込まれた人とかもいてるから、まあ、そこがやっぱりね、なんか韓国ドラマみたいな、なんか長々ずるずるとさ、そうね、めちゃくちゃやん、はい、めちゃくちゃでした、うん、はい、ということで、私の強くね、多分見たくないと思いますけど、見ようかな、私は見てもらったらいいかなと思います。はい。それでは、これからも韓国ドラマや映画のレビューやっていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。SNS の方も解説しておりますので、そちらの方もよろしければフォローしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは、アンニョン。
you